くお願いします。まずはいろいろ聞きたいんですけど、一点に絞って今日は言わせてもらいます。日本会議のことに関して聞きたいと思います。何を言いたいかとですけど、いろんな一部のマスコミで立憲の泉代表がこの初詣に乃木神社を参拝されたということがありますわね。乃木神社といえば本当に、あれはバックボーンが戦国武将の乃木希典をバックボーンとしての最新ですわね。よりによってなんでこんなところに参ったのかということが知りたいですね。それだけでなしで、まあ、日本会議そのものが、まあ、国家を、まあ、籠断しているという折檻しておりますわね。いろんな、まあ、家庭から、まあ、地域から全てのことを、まあ、超高派的な感じで思われておりますから、まあ、これを、まあ、なんとか歯止めをかけないとダメと思います。まあ、地域のいろいろ家庭の場とか、神社の方とか接見しておりますから、山本代表にこの件に関してなんとか歯止めの方によろしくお願いします。ありがとうございます。令和新選組代表山本太郎と申します。西宮北口にお邪魔をいたしております。今日は皆さんからご質問をいただく、山本がそれに答える、そのようなやり取りをしております。まずトップバッターの方、あまりにもマニアックすぎて多くの方々置いていかれたかもしれません。ありがとうございます。最初に手を挙げて質問するってこれ勇気いることですからね。ありがとうございます。で、日本会議という名前が出てきました。日本会議について知ってる方ってどれぐらいいらっしゃいます？ありがとうございます。まあ、全体から見ると少数派です。はい。多くの日本国民にとって日本会議とは何かってことをほとんどの方々は知らないかもしれない。簡単に言えば、先ほど言いました、どちらかというとタカ派、どちらかというと戦争は間違いではなかったというような考え方であったりとか、まあ、保守と言われるような、自称保守と言われるような人たちが集まっているような団体で、政治にも大きく影響を与えているのではないかという観点だと思います。で、それらについてどう思うかってことなんですけど、日本国憲法ではそれは、結社であったりさまざまグループを組んだりということは認められていることですので、それはその人たちの自由です。表現の自由、そういうものが認められています。そういうことなんですね。だからその方々に対してどうこうってことは私一切ございません。ただ問題があるとするならば何かって言ったら、やはりそういった考え方、そういった考え方に影響を受けて、その国政に対してそういう考え方をもとにこの国を運営するような方向に持っていかれると、やっぱこれバランスに欠くんじゃないかなって私思うんです。大日本帝国素晴らしかったとか、大日本帝国憲法素晴らしかったみたいな考え方っていうのは私は違うと思います。はい。そういったものの延長上に戦争というものにつながっていったことを考えるならば、やはりそれは私はそういうことを信じる方、そう思いたい方、そういう考えなんだってことは自由です。一方でそれが政治に持ち込まれたときには私は害悪にしかならないと思ってます。そういった意味で出るかな、憲法、表現の自由、日本国憲法21条はですね、集会の自由、結社の自由、表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密についての規定などが書かれているものですね。条文の方が良かったかな、条文の方出してくれるかな、ありがとう。集会結社および言論出版、その他一切の表現の自由はこれを保障するということを考えるのであるならば、何かしら日本会議の、活動に対して歯止めをかけるということは、それはやれないことです。やっちゃいけないこと。一方で政治家がそのような、人たちに対して票を期待したり、何かしら自分の応援を期待することで寄り添っていきながら、何かしら、超高派の発言をしていきながら何かしら影響を与えるっていうのは問題があるなとは思っています。すいません。なので結局政治家って誰が選ぶんですかってことです。皆さんですよね。皆さんじゃないですか。そう考えるならば、例えばですけど超高派という方が立候補されたとして、それが実際に応援したいと思う方は応援されればいいし、そういう方が政治の場に行かれることによって日本がそういうような状況に追い込まれるのはさすがにまずいだろうと思われる方は判断をすればいい。あくまでもこの国の最高権力者は皆さんです。政治家は選ばれる立場、その関係性をやはりもう一度再認識全員でした方がいいですよね。そう思います。ありがとうございます。皆さんからご質問いただいてます。1分です。